絶対なんか、うふふふ、おほほほ、みたいな、お嬢様みたいな友達が集まってくるはず。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速、夢見の館へ。いらっしゃいませ。ラクゼーションサロン、夢見の館へようこそお越しくださいました。ということで今回は、自然いっぱいでポップな、ジャム村に行ってみたいと思います。心地よい夢をご希望かしら。一眠り500ベリでご提供いたしますわ。いい夢見せて。ジャム村はね、季節は初夏らしいけん、ちょっと今まだ寒いけど、あったかいあったかい暑い気分、夏の気分をちょっと味わいにジャム村に出発。はい、ジャム村に到着。お、広場にマイデザインはない感じ。あ、自然がいっぱいって言ってけん、もしかしたらそういう感じ。夢の世界へようこそ。あなたは今ジャムという村の夢を見てらっしゃるのよ。現実の世界に戻りになりたいときはもう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは都のジャムの世界をご堪能遊ばせ。着替えが2通りある。こっち多分男の子用やね。ってことでこっちを着ていきましょうか。で、持つものはなんか何個かあるけん、ふわー、これ赤い風車、よし、これでいきます。もうくじ的な感じでね。オッケー、あ、いいやんいいやん、いい感じ。まあ、初夏だからね。じゃーん、え、めっちゃいい。超いい。そして風車ぐるぐる回すやつ。とりあえずじゃあ1軒目の家行ってみようか。こっち側から。あ、いいね、こういうのいいよね。なんかこう木々の間にみたいな。あれ、ちょっと待って、方向がん、今なんかあった、何かしらある。あ、なるほどね、こういう感じで街灯の周りに。なるほどなる、あ、こっちから行ける。すごい、獣道がいい感じ。あ、一軒目の家は、役所の横を通り抜けまして、お、あったあった。あ、すごい、家の周りはこういう、レンガが。あ、めっちゃいい。え、超良くない？ほら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 、めっちゃいいやん。あ、どうも、ごめんね、家の前で騒いで。はるさん、こんにちは。どうも、お邪魔します。あの、なんか自然が多くってポップなっていうのは、なんか家の中、部屋とかのなんか色使いがポップな感じの色使いにしているらしく、ほんとなんかカラフルな感じよね。ちょっとやっぱり自然と共に生活してるっていいな。はい、左の部屋がこんな感じ。おー、いいね、良きだね。家の中に全然緑要素ないけんな。あ、一応リビングにポトスがあるけど、それぐらい。いや、てかあれないよね、なんか植物とか置いとってもさ、ポトスもね、上から吊り下げとんやけど、猫が食いちぎっていくんよね。もう綺麗とかなんとか言える場合じゃないよね。なんかボロボロにされるけんさ、葉っぱを。あ、ここに洗濯機置いとんや。へー、まあ、でも台所の横にあるのって結構あるんかな。ちょっとびっくりした。あれ、これは回らないの、ま、回らないのか。なるほど、回るんかと思った。で、ここで洗濯物回しながらちょっとここでね、コーヒー飲んだりとか、いい感じだね。ほい、そして、はい、奥の部屋へ。あ、奥はなんかすごい落ち着く空間やね。寝室や寝室。え、めっちゃいいんやけど。あ、こういう感じすごいいいね。え、なんかホテルっぽくない？ねえ、そんな感じ。ここで寝るやろ？で、なんか寝る前にちょっとここで、ま、レコードとかかけて、音楽を聴きつつちょっと本を読んでみたりとか。え、すごいおしゃれ。ここの空間すごい好きなんやけど、私。いいな、いいな。
で、起きてきたら、ここでちょっとね、ティータイムを楽しむと。ふぅ、よきよき。あ、で、ここで、なんかちょっと、手紙書いたり、また本もここでも読めたりとかね。ちょうどほら、上に明かりがあるから。はい、そして右側の部屋へはいけるのか、これ。こっちからはいけない。こっちからいけるんかな。よっ。あ、これはいけんタイプなんや。なるほどね。なるほど、なるほど。入れんよね。入れんよね。なるほど。じゃあ、2階へ。あ、2階いいね。なんかこのストライプがいい感じ。夢と思い出がいっぱい詰まってる。そしてこのス、お、何カメラ、あれかな、ここからなんか外を撮る感じ。これはこっちを撮りよんかな。あのカメラの向きが未だに私ちょっとよくわからなくって、レンズがあっちに出てるってことか。そういうことかな。なんかね、あれよね、面白い色使いよね。え、待って、なんかここだけクッション。ここだけクッションだった。あとの2つは椅子なのに。あ、これも、あれなんや。なんかリメイクできるんやね。これ私白いやつしか見たことなかったけど、黄色や黄色。そしてどの部屋にもやっぱり、ちゃんと植物が置かれてある。はい、そして地下へ。おー、なんか地下は全然モノトーンな感じや。ね。なんかここもカラフルで来るんかと思ったけん、ちょっと意外やった。あ、この空間もいいな。私1階奥の、寝室と、ここの地下がめちゃくちゃ好き。いいな、落ち着くな。まあ、私がなんか、服装とかもそうなんやけど、普段モノトーンがすごい多いんよね。そう、やけん、なんかこういう空間すごくいいな。あ、自分の部屋自体は全然モノトーンじゃないんやけどね。めっちゃいろんな色がガチャガチャしてあるけど。いいよね、こういうまとまりがあると。豪華だな、家に回らんよ。いいね、いいね。この空間でまったりと。素晴らしき。音楽も聴きつつ。ここで音楽かけて、お風呂に入ったりとかしたらいいよね。はい、それじゃあ。家周辺がやっぱすごいおしゃれやな。ね。ね、すごいおしゃれ。さあ、そして、さあ、2軒目の家に向かいましょうか。2軒目はあっち側やね。なんか何気にこういうね、いろんなところに道がきっちりあるっていうのが、なんかいいな、いいな。隙間、隙間に。ほい、2軒目はここだね。どうも、男の子や。カン君、いろいろなショップありますよ。お、そういう感じ？あ、なんかもう、外観がいいね、おしゃれやね。お邪魔します。お、なんか思ったよりも。照明が落ち着いた感じ？でも、家具の色はすごいカラフル。ポップーって感じ。ここは何屋さん？ここはカフェかな？一階は。ぽいよね。コーヒーを飲みつつ、本も読める。あ、こっちほら、本棚の近くにも。でもここの席に誰か座っとったらなんか本取りに行きづらいよね。はい、それじゃあ、左の部屋へ。お、左側はなんかすごいウッディな感じ。めっちゃなんか木の温かみあふれるっていうね。いいね、なんか。なんかいろんな音楽流れよな。テレビの音かな。テレビっぽいね。多分なんか料理番組的なものがわからんけど、かかっとんじゃないかな。ここはなんか、ん？ここもお店？なんか寝室とかあるけど、一応なんか、こっちの横の方を見よったら、なんか軽食が食べれるような感じになっとるよね。え、どういうことなんやろ。
別に、お店ってわけではないんかな。わからねえ。家族の食事場所にしてはカウンター席っぽいよね。はい、そして奥の部屋へ。奥は服屋さんや服屋さん。なんか壁紙がすごいおしゃれなんやけど。ね、なんかすごいシンプルな感じなんやけど、おしゃれやね。木がいっぱい、なんか三角のやつと丸いやつ。これでなんか森を表現してるってことかな。動物の森。いいね。こんな感じで。この人店員さんかな？どうも。何これ？あ、ロボットか。まあ、なんかそういう、ちょっとした雑貨みたいなものも置いてあると。本もあるやん。まあ、でもおしゃれ雑誌みたいな感じかな。あ、何？ちょっとなんか、飲み物を飲めるような場所まである。そんなサービスまであるのか。はい、そして、こっちだ。そして、右側の部屋へ。あ、右側は靴屋さんやね。いいね、いいね。なんか靴屋さんってさ、めっちゃ定期的にセールしよらん。気のせいかな。なんか靴屋さんっていうか、ABC マートがめっちゃ頻繁にセールしよるような気がするんよね。私は断然スニーカーが好きなので、スニーカーばっかり買いよんやけど。いや、もう女性らしいみたいな、そういう感じの靴はもうしばらく買ってないな。いや、履かんわけじゃないんやけど、でも履く頻度がそんなにないけん、そんな大量にいらんかなーみたいな。あ、このトランプのやつって黒とかにもできるん。へえ、赤いやつしか見たことなかった。めっちゃ揺れる。は、その状態で耐えれるってすごいな。はい、そして、2階へ。2階は、なんかメニュー看板みたいなのがあるけん、とりあえずカフェっぽいんかな。でも、お花屋さんよね、ここは。うん。あれか、なんかこういう感じのアレンジメントできますよ、みたいな。そういう感じのかな。お花屋さん。花屋さんもなんか昔は結構入っていって見よったりとかしたんやけど、なんか、なんていうん。なんていうん、唾液みたいなところで。ホームセンターか。そう、ホームセンターとか行ったら、花のコーナーとかよく見よったけど、最近は全然やな。もう断然、普通に日用雑貨のコーナーとか、ペットコーナーにおる。はい、そして、地下へ。お、ここは、外？なるほど。な、アロマが焚かれてあるよ、ここで。すごい落ち着く空間やね、ここで。あ、これはもしかして、犬の餌ってことかな。なるほど。ワンちゃんは外飼いなのね。ここで、初夏っていうことやけん、ここで夜風に当たりながらね、植物に囲まれて、アロマの匂いがしてきて、いいね。はい、それじゃあ。さあ、3軒目の家は、すぐ隣やね。ここの住人さんは、家の中かな？とりあえず周りには、おらんっぽいね。じゃあ、お邪魔します。あれ？おらんくね？おらんね。で、ここは？お店なんかな？家？かな？でもカウンターっぽいよね、これ。カウンターがあって、中にこういう花とか飾ってあるけん、お店っぽいような、家っぽいような。はい、左の部屋へ。あ、左側は、なんかすごいな。なんかおしゃれやね。ちょ、なんかこれファミレスみたいじゃない？仕切りが。でもここはなんかプライベート空間みたいな感じ。ここでパソコンいじったりとか。あ、すごいね、これ。
長い椅子使っとるけん、こっちのドレッサーで、なんか座って、いろいろやったりとか、その後すぐ横にずれてパソコン触ったりとか。私なんか今の家は違うんやけど、今の家に引っ越す前の家、あ、違うな。前の前の家かなぐらいの時に、なんか、こうベッドで寝よって、むくって起き上がったら、ベッドのすぐ隣にがパソコンデスクやって、で、ベッドに向かって置いとったけん、ベッドの上からパソコンがいじれるような感じの環境やった。あれやね、ダメになる環境やね。まあ、小学生やったんやけど。でもめっちゃパソコンしよった。で、ここで、まあ、なんかやってきたお客さんと一緒にスゴロクをやると。かわいいな、やること。あ、おった!どうも。てんくん、いらっしゃい。あ、やっぱりお店なんやね。なるほど、なるほど。お花屋さんってことかな?じゃ、そっち行けみたいやけん、とりあえず、右側の部屋へ。お、右側は、あ、どうした?どういう趣味なんだ?なんかちょっと、なんやろうね。ちょ、不思議な趣味をお持ちで。こういう感じの。こういうのなんて言うんやっけ?何系って言うんやっけ?なんかちょっと忘れたけど。エスニック系?いや違う。アジア?なんて言うんやろ。なんかちょっと、あれをね、統一されてるよね。はい、そして、いけるかと思ったけど、今度はそこを塞いでるのね。ってことは、2階へ行きます。2階はもう完璧に個人的な部屋って感じやね。なんかこれ何気に、なんなんやろこれ。引き出しの部分なんか色ついてない？あれ鍵？鍵かな？ボタンみたいな。で、こっちの横はなんか本っていうかノートというかが入ってあるね。細かい部分とかも見ていったら面白いよね。こういう家具とかって。あ、結構おしゃれ好きそう。服がかけてあって、で、ほら、奥に靴の箱がいっぱい積まれてある。で、こういうのってなんかね、おしゃれ好きそうな感じするよね。おしゃれ男子よきよ。お、じゃあちょっと奥の部屋へ、満を持して。あ、奥は、仕事部屋みたいな感じかな。ここでなんか、パソコンで作業をして、で、ここでなんかカメラが置いてあって、え ?YouTuber なんじゃね?え、違う。なんか撮影して、その、撮った動画をここで、編集。これは多分視聴者さんからの手紙やな。なんかそういう感じ。あ、めっちゃおしゃれやん、なんか。ほら、一人でカウンター席で、お茶を楽しむ。え、いいね、いいね。あ、こっち側にも座れるんか。なるほど。なんかちょっとしたバーみたいじゃない?はい、そして、さあ、地下へ、行きましょう。はここはまあお風呂やね。お風呂があって、まあ、洗面、あ、洗面こっちか。洗面があって、この鏡はなんやろうな。あ、なんかめっちゃなんか開いたり閉じたりしよった蛇口。で、ここにまあ着替えとかが置いてあって、丁寧だな。あ、洗濯機に洗濯物。なるほど。なんかこういう、なんていうの、洗面の空間、あと洗濯機とかそういうの回しよる空間に植物があるの、なんかすごいおしゃれやなって思うんやけど、私。さあ、そして4軒目は、ちょっと離れたとこにあるよね。ここの2軒は繋がってあったけど、はい、最後の。どうも。
ぱなんか自分のとこと違う住人さんとか見たらすごい新鮮な感じするよね。どうも、モフさん、村長さんやね。ジャム村へようこそ。来ました来ました。でやっぱり村長さんの家だけあって一番でかい。お邪魔します。いやそうでもないんかな。うわめっちゃポップ。え、なんか超アメリカンじゃない。え、すごい好き。え、めっちゃいい。ほんと、これぞポップって感じ。え、色使いがすごいね。ほら、なんか、めっちゃアメリカって感じせん？アメリカン。ね、この白黒に赤っていうね。え、すごい。色使いやばい。だってこういう組み合わせ方とか絶対、専門。思いつかんもん。すごいな。うん、外国の、まあ、こういうファストフード店って感じやんね。あ、左の部屋は急激に落ち着いてる。このリメイクかわいいな。あ、こういうリメイクもあるんか。なるほどね。このなんか、なんていうん？白っぽい。赤っぽい。なんかちょっとくすんだ赤。くすんだ赤と、なんか白、クリーム色。なんかこの組み合わせかわいい。あ、いいな、そのリメイクいい。かわいい。あ、そして、このおもちゃのピアノって、あれなんや、台の上に乗せれるんやね。なるほど、そういう使い方が。そういう使い方が。なんか、でっかいピアノをゴンって置くのもいいけど、こういうのもなんか、すごいいい感じがする。へぇー。はい、そして、奥の部屋へ。お、奥は、あー、いいね、こういうクッション。奥は、まあ、ファミレスみたいな感じかな。みんなパスタ食べおる。パスタもこんなに種類あるんよね。これは？この人はなんかトーストなの？一人ちょっとパスタが苦手やったんやろね、きっと。きっとそういう感じなんやね。ね、このでかいの。あー、なるほど、なるほど、キュウリか。一瞬何かと思った。あれやんね。あ、馬のやつやんね。はい、そして、右側の部屋へ。お、右側はなんか打って変わってめちゃくちゃ清潔感あふれる白って感じの部屋。あ、いいね。落ち着くわ、これは。なんかこの部屋でなんか友達と集まって女子会みたいなのしたい。絶対なんか、うふふふ、おほほほ、みたいな。お嬢様みたいな友達が集まってくるはず。めっちゃかわいい。てか見たことないリメイクいっぱいあるよね。私があんまりリメイクせんけんなんやけど。これもかわいい。いいね、いいね。てかこういう椅子がさ、似合うような家がいい。リアル。で、絶対自分家にあんな椅子置けんもん。浮きすぎて。ほい、そして、2階へ。2階は美容室かな。あ、美容室やね。なるほど、なるほど。いいね。この辺はなんかシャンプーとかそういう感じかな。美容室でも使ってます。なんかああいう美容室で使いよるようなシャンプーとかリンス、トリートメントとかはまあ当然いいんやろうなって思うんやけど、私いつも思うのがさ、この美容室で、その何？シャンプーしてもらって、で乾かしてもらうやん。そのシャンプーから乾かすまでのあの流れがめちゃくちゃ好きなんやけど、わかる？ちょっと。いやなんか頭ね、洗ってもらうの気持ち良すぎるし、あと、その乾かすスピード？髪が短かろうが長かろうが早くない？え、私家でもあれぐらいのスピードで乾かしたいんやけど。はい、そして地下へ。あ、地下はカラフルですね。
てかなんか学校の体育倉庫、体育用具、なんか用具をしまっとるあの倉庫をちょっと改造しましたみたいな。ちょっとなんか不良たちが集まってやんちゃやってますみたいな感じの空間じゃない？にしてはまあ物置きすぎやけどね。こういう感じのここで集まってスゴロクやったりとかね。多分これは風邪ひきの子とか花粉症の子とかいろいろおるんやろう。いいねいいね。ほい。まああれやね、ポップ、ま、ポップな村というかポップな村長宅って感じやった。え、でもめちゃくちゃ好き。村長さんの家いいわ。ああいう色の組み合わせもあるんやなっていうのをね。まあ、なんかいろいろ見て勉強になるな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ほんとなんか人によってね、いろんな考えがあったりとかいろんなセンスが見れてすごいなって思う。